ゼリマさん、アフロ先輩、今週はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。まずは先週のね、中小をちょっと振り返っていきたいなと思いますが、先週はね、新潟アイビスサマーダッシュ行われました。まずはアフロ先輩、注目を上げてくれました、モズメイメイ。見事な走りだったんじゃないですか。いや、まあ、モズメイメイはいい走りをしてくれたんですけどね、個人的にはちょっといろいろ言い過ぎたなって思うレースでしたね。ほうほう、というと。ウィングレイテストは厳しいんじゃないかと言ってしまったじゃないですか、うん、これここまで言わなければねモズメイメイビシッと来てちょうどよかったんじゃないかなと思いながら。なるほどなるほど。ゼリマさんどうですか。ちょっと支部長を解任されるかもしれませんねそろそろやっぱ時計遅かったのが誤算なんですよねここまで。でやっぱそれがあって重い筋量の馬が来ちゃったのと、あとまあ普通に外枠の年でしたね。素直な人が勝てたかもしれません。まあね、まだまだ新潟は始まったばっかですし、他の条件でもね直線 1000m ありますから、その辺でね力発揮していただければと思います。そしてその裏札幌ですね、クイーンステークス行われました。ゼリマさんこちらどうですか。そうなんですよ、まあ、こちらの方は一応ね、あの本命のアルジーヌが3着というか、皆さんの反響というか多かったのはもちろん勝った小金の空というか丹内吉だったんじゃないでしょうかね。まああの話どっちに転んだのかって話なんですけどね、 2,3 着多すぎだからどこかで爆発するかなと思いきや、確かに爆発はしたんですよ。でもトータル先週も2勝3着7回ですからね。皆様あの話から何を受け取ってどう活用したのかというところで、まあでもね堅実にね上位まで持ってきてくれるっていうことで言えばね、信頼度は高いジョッキーになるかなって気がしますので、これからもね注目していきたい一人ですね。というわけで今週の話題いきたいと思います。メインチャンネルレパードステークスを題取り上げていこうかなと思います。早速でございますが、ゼニモルさん、このレースどんなレースになりますか。はい、レパードステークスですね。まあご存知、今年はあのダート路線、まあ特にダートの3歳クラシックがまあ大きく改革された初年度ということなんですけど、まあ、その中でレパードステークスはその開催時期とか条件は変わんなかったんですが、ジャパンダートクラシックトライアルというね役割がついてます。まあだから3回目のトライアルってことで、まあダート路線の神戸新聞杯とかね、ローズステークスっていうところでしょうか。まあそんなレパードステークス自体も歴史は結構浅くて、創設されたのが2009年で今年がまだ16回目。まあ16回目ぐらいだとね、第1回からリアルタイムで見てるわってファンの方も多いんじゃないかと思うんですけど、私は第1回のレパードステークスはウィンズ後楽園の今は亡き8階のでっかいスクリーンの前でね見てたんですけども、確かその最初のレパードステークスって札幌記念と同じ日にやってたんですよ。僕はその後楽園で友達と見てて、コバの男前だったらブエナ馬券じゃねえとか言って、本筋の馬券と別にブエナビスタイガーの単勝5種類ぐらい仕込んだけど、ヤマニンキングリが入ってなかったという記憶があるんでよく覚えてます、レパードステークスも含めてね。あ、ということですいません、話したかったのはそこじゃなくて、昔のレパードステークスはとにかく硬い上に簡単だったんですよね。なぜ昔はって言ったのかっていうと、もちろん今は硬くもなければ簡単でもないからなんですね。ということでですね、今回まずお見せしたいのがこれですね。過去15年分のレパードステークスを、硬かった最初の8年間と荒れるようになっちゃった最近7年間に分けたいろんな数字なんですが、硬いかどうかのシンボルになる一番人気馬なんですけども、最初の8年間は8戦5勝、なおかつ副勝率は 100%。 ところが直近の7になると7戦1勝で連帯数も 50% を切ってます。去年の一番人気もね、ミスティクロア14着に大敗してしまったんですけども、まあ、この馬現在、まあ、キャリア9戦になっててオープン入りもしてるんですけど、なんとレパードステークス以外が一度も4着以下になってないってことで、去年のミスティクロアもねこのレパードステークスの難しさに巻き込まれたのかもしれないですね。続いて、まあ、一番人気の高走率が、まあ、大きく違えばここも違ってくるっていうのが平均配当で、これはなんかもうね普通に面白いんで見せたかっただけなんですけど、最初の8年と最近の7年で一桁ずつ違ってるんですよね。馬連の平均が2万で3連単の平均が30万って、これいくら母数が7回しかないからちょっと異常なぐらい荒れてます最近のレパードステークス。では、まあ、なぜこのねレパードステークスがまあ硬いレースから変なレースに変わってきてしまったのかっていうと、まあそれは一重に参加する馬たちの中身が変わってきたからと思うんですよね。ちょうどこれたまたま16年と17年で分けてるんですけど、そこで決定的な何かがあったんじゃなくて、徐々にね歴史を重ねるにつれて牧場とかオーナーとか厩舎のレパードステークスの扱い方とか評価が変わってきたという感じだと思うんですが、でまあそれを示しているのがこのローテ的な構想パターンの変化で、まあその昔の硬くて簡単だった頃のレパードステークスって、まあ何が簡単だったかというと、この前走ジャパンダートダービー、いわゆる JDD2勝クラスを勝ってきた馬を組み合わせるだけで、まあ、ほぼ当たってたんですよね。でまあこの表の数字足していくと、
最初の8年間はこの JDD 組と2勝クラス組で6勝足す2着5回で、まあ、あとはなんかそれ以外の重賞オープン買ってきた馬をまぶせばほぼ大体全部当たったんですよね。簡単に、本当に簡単に、まあ、ところが次第にこう現代に近づくにつれて、まあ、このパターンが通用しなくなってきていて、この JDD からレパードステークスっていうローテの馬がもう年々減ってきていて、まあ、それに伴いこう馬券圏内を JDD 組で埋める力がなくなってきてしまって、さらに2勝クラス1着馬はこれもいいロートじゃなくなってるんですよね。数字比べると該当馬が増えてるのに高層馬が減ってて、まあ、率がだいぶ悪くなってると。こちらに関してはかっこいい理由があって、2019年に高級制度が廃止されたのが効いてるはずで、それ以前の高級倍の1000万下を6月とか7月に勝った3歳馬っていうのはガチで強い3歳馬なんですけど、高級制度なくなった後の2勝クラスって別にそこそこの3歳馬がひょいひょい勝てちゃう天国なんで、別に2勝クラス勝ってるとはいえ必ずしも強いというステータスにはなんなくなってるんですね。ということで、まあ JDD 組が減って2勝クラス勝ってきた馬も人気を背負って飛びまくる罠パターンに変化しつつあって、そうなると空いた馬券圏内のスペースにこうどんな馬でもねじ込めるようになって、近年のヤバい荒れ方の状況になってるんですね、きっと。その象徴としてね、この前走1勝クラス組、これ最初の8年間では1頭しか馬券にならなかったのに、最近の7年では4頭馬券になってて、まあ、去年も 2,3 着が前走1勝クラスからの馬だ。昔はね、その2勝して即挑戦の馬なんて3秒で全消しでほぼ OK だったんですけど、今は簡単に上位に忍び込んできます。言うなればレパード王国の建国当初に保たれていた秩序が王族かっこ JDD 組の衰退と近衛兵かっこ1000万勝ち馬の弱体化によって崩壊して、治安がゼロのアナーキーな世界になってしまったという感じかもしれません。ただですね、今年はというと、もうダート路線全体に革命が起こったことによって、その県内の一国に過ぎないレパード王国も、まあ、新時代が始まったというね感じがしてますね。 JDD なくなりましたからね、まあ、なくなったというか JDC として秋に移動したんで、まあ、このレパード王国の古い王族っていうのは完全に消滅しました。さらにユニコーンステークスがねダービートライアルになったんで、 JDC トライアルになったレパードステークスの関係が強まった感じがあります。まあ、今年のやっぱメンバー見ても、やっぱユニコーンステークス走った馬がこのレースのポイントになってきそうですからね。さらにね、見ていくと、前走東京ダービーがいて、まあ、前走 UAE ダービーがいて、やっぱ一勝クラスから直の馬もいっぱいいるし、こうしてみるともうその出走16頭のプロフィールっていうのが、もう初期のレパードステークスからすると面影もないレベルだし、まあ、最近のレパードともやっぱまた違う形になってきて、つまりですね、レパードステークスは第16回にして、完全に第3期に入ったという感じですね。なので、なかなか行ってきて、ちゃぶ台返しなんですけど、まあ我々に今できるのは15回積み上げてきた傾向や先入観や歴史を全部捨てることです。まあ、ただ新潟ダート先発という条件だけは変わってないんで、まあ、そこら辺のアプローチは今まで通りやっていけばね、いいのかもしれませんね。今回は歴史とファンタジーでね、お送りしました。すいません、ドクターストーン一気見した影響があったかもしれません。はい、ありがとうございました。人気なりそうなのまでちょっと聞いていこうかなと思います。今話題になりました。ユニコーンステークスね、前走3着でございました。ミッキーファイト、このままフルスパイどうですか？レパードステークスっていうレースは、新潟のこう、外回りの芝とかと違って、小回りのダートで行われるじゃないですか。そうすると、序盤から速いペースになりやすいレースなんですよね。ってことは、求められるのは、ずーっとこう、速いペースについていく力と、角度がとにかく急なコーナーに対応できる器用さなんですよね。で、この2つを満たすのがアメリカのダート決闘で、それこそ昨年はミニスター3区のライオットガールが勝っていますし、そういう観点で考えるとミッキーファイトは父がドラゴンなんで、血統的にはいいんですけど、前走540キロととにかく大きいまで器用さが求められる新潟で外を回すとちょっと危ないかもしれませんね。能力は最上位だと思いますけど、今の最後の能力は最上位ですけどというところまさにそうかなというところで、今年のダート路線をここまで見渡してって意味では、 JRA 所属馬16頭で戦ってある程度しっかりしたペースになって、なおかつラムジェットとトノエビックでワンツーした、まあ、ユニコーンステークス、これが春の3歳ダートで一番レベル高かったかなと思ってるんですよ。まあなんかね、形の上では今年は羽田杯が皐月賞で、東京ダービーが日本ダービーで、ユニコーンステークスは言うなれば青葉賞なんですけど、まあ実際のところこのユニコーンステークスが頂上決戦だったんじゃないかなと思っているので、そこで3着のミッキーファイトは強いと思います。
それ以外の別路線見ましょうか。セイリーステークスね、1着でした。ソニックスター、アフロ先輩、こちらどうですか。父親がアメリカのイントゥミスチーフという馬で、母の父が同じくアメリカのスパイスタウンなんで、そういう意味ではレパードステークスで求められる血統傾向に合うと思います。これまで3勝中の2勝が東京の半周コースで、1周コースで勝った新馬勝ちのタイムがそんなに速くないっていうあたり、まあちょっと器用なところがどうなのかなって気はしますけど、少なくともミッキーファイトよりは器用な馬ではあると思います。ソニックスターって馬名の意味が音速のスターなんですけど、音速って感じ、目がボヤボヤだと普通に見えるんですよ。熱中症になってません？大丈夫ですか？まあ、つまり何が言いたいかというとですね、ソニックスターが音速になるか普通になるかっていうのは、新潟ダート1008手舞台にどれだけピントが合うか次第だと思います。音速なら勝つし、普通なら負けます。以上です。それでは2周クラス組見ていきましょうか。サンライズソレイユ、トロスマイどうですか。ハレンブーケドールの弟ということで、まあちょっと人気になりそうなんですけど、キズナ3区って2年前のハーピーと3年前のレプンカムイとレパードステークスで連続で構想歴があって、しかも母父のスキャットダディがフロリダダービーの勝ち馬ってことで、アメリカダートの血統も豊富に持ってるんですよ。なので血統的にはレパードステークスに合うと思います。ただ前走東京の 2100m を勝ったように、ちょっとスタミナに振り切れてるところがあるんで、先ほど言ったようにちょっとレパードステークスっていうのは速い流れになりやすいんで、そこでついていけるのかが不安ですね。そうですね、なんか今回は結構同じようなこと考えてて、サンライズソレイユっていうと矢作義人厩舎なんですけど、まあ同じ矢作厩舎の馬で2年前にカフジオクタゴンが勝ってるんですけど、あの時のカフジオクタゴンも2勝クラス勝ちの立場だったのに、長距離向きとか足が遅いとかスタミナ傾向とか、だから新潟戦8じゃついていけないとか言われて、やけに人気がなかったんですよね。ところがそのレースが始まってみたら、超ハイペースの超ズブズブの根性比べになって、でむしろカフジオフタゴンの強みが生きるレースになったということで、そういうやっぱね、基本的に東京に勝ち上がった馬が新潟戦8ってイメージは薄いんですけど、まあ、2年前の再現になれば再び配給者っていうシーンもあるかもしれないなとは思ってます。とここまでね、人気ないそうのさんと触れていただきましたが、ここでですね、私マスターが今回ね、出演していない情報通などから話を聞いたり、または情報通同士で話しているのをね、聞き耳を立てて入手した話をね、ここで公開しようというマスターの盗み聞きのコーナーでございます。わあ。ありがとうございます、ありがとうございます。たまたま馬かぶったんですが、まずはサンライズソレイユについて、前走連投で臨んだ1勝クラスを勝ったサンライズソレイユ、2走前のユニコーンステークスで4着という結果でしたが、実はユニコーンステークスへ出走する前から翌週の連投策は決めていたという話です。陣営としては重賞級の馬だと見ていて、ユニコーンステークスでも勝負になると思っていたとのことですが、先々の選択肢を広げるために、早めに上のクラスへ行きたかったということでしょう。7月13日に車台ファーム鈴鹿から立東トレセンへ帰球していますが、戻って間もなくシールドコースでダイナミックな動きを見せていました。今週は軽めですが、先週の動きを見ても状態は良さそう。ここで初めてルメール騎手を起用したことを考えても、車台ファームとしては期待の一頭でしょう、という情報の話でございました。続けていきますかね。もう一頭がソニックスターについてでございます。木村厩舎がダートでは世代の代表馬と見ているのがソニックスター。ここまで4戦3勝とその期待に応える走りを見せていますが、唯一敗退したのがデビュー2戦目のカトレア賞でした。この時は11着に敗れているのですが、癖のある馬で気象的にも難しいところがあるとのことで、騎乗したビューイック騎手もですね、手を焼いたようです。それもあって、次走ではデビュー戦で騎乗した川田騎手に手が戻っております。厩舎サイドとしては、この時に川田騎手に気に入ってもらうためにしっかり仕上げたっていう話もあったみたい。前走は裏開催の関係で乗り換わりとなったけど、あのビューイック騎手でも手を焼いたのをいとも簡単に勝利へ導いたモレイラ騎手はさすがだね。もちろんこの先、競馬に慣れて気象的に大人になれば騎手の選択肢も広がると思うけど、現状ソニックスターの鞍上は理解度や技術を考えても川田騎手しかいない。前走騎乗したサンライズソレイユや G サイクロンではなく、この馬へ騎乗するのはそういった背景もあるけど、厩舎サイドとしてはこの先のためにもこの2頭よりも上の着順にって燃えてると思うよ、とのことでございました。こんな熱い得点あります？そんなの聞いたらもうね、ソニックスターとサンライズソレイユの生まれ一点でいいんじゃないですか。どうかわかんないですけど、まあこんな感じでですね、今回ね、たまたま同じ馬になっちゃったんですけど、他にね、出演していない情報通から話を入手して皆さんにお届けしようかなと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。
それではお二人の注目馬本命馬聞いていきたいなと思いますが、まずはアフロ先輩、どの馬からいきましょう。本命は今のところミッキークレストを考えてます。これお父さんのジャスタウェイ、まあこれもあの芝走ってましたけど、血統だけ見たらダートなんですよね。でお母さんのダヌスカスマイガールという馬がいるんですけど、この馬アメリカンダート重賞3勝していて、母系もガチガチのアメリカンなんですよ。で2走前のホースステークスで結構このレースペースが流れてたんですけど、このレースで出遅れて、でしかも外から早めに動く、なかなか強引な競馬をしていて、まあ、普通ならこれ垂れるところで最後まで粘って3着でしたし、これちょっと左回りの新潟に対応できれば面白い存在じゃないでしょうか。それ以外何か注目する馬いますか？穴で上げるとしたらハビレを上げたいですね。これあのお父さんがアメリカンダートケットのヘニーヒューズという馬なんですけど、お母さんのこのトモトボリバーという馬がいまして、この馬現役時代短距離馬だったんですよ。そう考えると多分距離短縮はプラスだと思います。羽田杯とかではちょっと不利があって力を出し切れてなかったんですけど、小回りでスピードが問われてくるこの条件なら見直してみたいですね。それではゼニマルさん、どの馬からいきましょうか。まずこちらの本命はアラレタバシルですね。こちらに関してはあの先ほど有力馬解説のところでミッキーファイトの話の時に言ったように、今年の春のダート路線的にはまあこのユニコーンステークス組が最上位なんじゃないかという前提に立ちまして、でまあその意味ではね、3着だったミッキーファイトも4着だったサンライズレイユもその点では有力だと思うんですけど、そこで6着だったアラレタバシルからやっていく意味もあるんじゃないでしょうか。ということでユニコーンステークス6着止まりだったのはまあ完全にもう動き出しと進路取りの差で、まあ特に今回も対決することになるサンライズレイユにね、 3,4 コーナーでこう外を締められてちょっと内をもごもご進むしかなくなってしまって、まあ、結果的にはそこで一旦スピードが死んじゃったのと、直線向いてからもう一回馬群さばき直すロスが生まれちゃって、まあさばきった後の伸びはかなりのものだったんで、ちょっと足余したかなって6着だったんですよね。3コーナーの動き出しとポジションの内外、そもそも枠の内外とかもサンライズレイユと逆なら、この4着6着ぐらいは逆だっただろうという中身ではありました。結構この馬いろんな意味で見た目以上に強いと思うんですよね。あとは日曜新潟12レースのキリン山特別、笹川翼騎手のね9号が勝ったレースなんですけど、あれもなんかもうなんかみんな早く帰りたかったのか、極端なハイペースになって3着に突っ込んできた最低人気の馬に乗ったのがこの野中雄太郎騎手だったということで、アラレタバシルも同じように基本展開のつけは欲しいタイプなんですけど、いろんなローテから強い馬が集まるレースって常に超ハイペースの可能性があるんで、先週のあんなんで3着に来れるんだったらアラレタバシル乗ったら楽勝なんじゃないかなと、そういうところもあります。それ以外で何か注目する馬いますか？今週なんかやけに前半から話の内容を被るところがあったんですけど、あの注目馬ハピデでございます。注目馬被りとなりました。先ほどアフロ先輩が話したことでいいと思うんですけども、まあ、今年のメンバーでこれハビレが唯一前走が東京ダービーの馬なんですよね。神戸新聞杯とかセントライト記念ってなんだかんだ前走がね日本ダービーだった馬の秋直線みたいなパターンが強いですし、最近はちょっとそうでもないんですけど、ローズステークスかシオンステークスも、まあ、前走多くだった馬とか桜花賞出走経験馬とかやっぱ強いんですよ、春の実績馬が。まああと本当にあのロッテが京浜杯、羽田杯、東京ダービーで他の15頭とほぼ力量比較が不明になってるので、実は他の全部より強いんじゃないかって可能性もありますね。というわけで今週のメインチャンネルは、レパードステークスについて触れていきました。今週ねサブチャンネルエルムステークスの話題取り上げようかなと思っています。サブチャンネルは動画下の概要欄にリンクがありますので、そちらから最新動画ぜひチェックしてみてください。というわけで今週はこの辺りにしようかなと思います、それではまた次の動画でお会いしましょう。ゼニマルさん、アフロ先輩、今週もありがとうございました。ありがとうございました。